皆さん、こんにちは。今日は、任意のトレーニングやストレス解消にぴったり、サンドバッグのおすすめ商品をランキング形式でご紹介します。それぞれの特徴を見て、自分に合ったサンドバッグを見つけるお手伝いをいたします。それでは早速、最初の製品を見ていきましょう。最後にご紹介するのは、ボディメーカーのスタンディングバッグです。プロの打撃にも耐えられる構造で、強力な打撃を安全に行えるように設計されています。エアホールを使用することで、衝撃が広がるのを軽減し、バッグ自体の耐久性を高めているのが特徴です。力強い打撃練習を志す方向けの製品で、真剣なトレーニングを行いたい方におすすめの一品です。最初にご紹介するのは、MRG ジャパンのスタンド型パンチングバッグです。このサンドバッグは、非常に高いクッション性を備えており、トレーニング中の衝撃から体をしっかりガードしてくれます。特に、打撃後の復元性に優れ、元の形状にすぐ戻るのが大きな特徴です。また、大型の吸盤を使用して床面にしっかり固定できるため、安定したトレーニングが可能です。マンションなどの環境でも音が気にならず安心して使用できます。幅広いトレーニングニーズに応えられる、この商品は初心者から上級者までおすすめです。次にご紹介するのは、ニーズのサンファミリーストレス解消パンチバッグです。この商品は、エアータイプで構成されており、手や足への負担が少なく、痛みを感じにくい設計がされています。倒れた時にもすぐに元に戻る性質があり、自宅での有酸素運動が簡単に楽しめます。パンチやキックに加えて、バスケットパスや股関節ストレッチなど、様々なエクササイズに対応していますので、フィットネスが気軽に楽しめます。手軽に様々な運動を行いたい方に、最適なサンドバッグです。続いては、ボディメーカーが誇るサンドバッグ G です。このロングタイプのサンドバッグは、特に強い打撃を想定した設計になっていて、優れた耐久性を誇っています。重みもあり、非常に安定しているので、強いパンチを打つ際にも動くことがありません。素材には、合成皮革が使用されており、耐久性や頑丈さを求めるトレーニーにぴったりです。しっかりとしたトレーニングを望む方には最適です。